ジェミロマチャンネルをご覧の皆さん、やっハロー。やっハロー。ジェミーです。ロマックです。先ほどの動画、見ていただいた方でしたら、お分かりだとは思います。伝説の伝説のラビレスア出るまで回してみた。まさかの14連で出ました。紙飛といえばジェミーなんですよ。で、まあ上に貼っとく、概要欄貼っとくんですけど、実はね、プロスピでも前回ワイの端末で欲しい選手を当てたっていう、それ見てもらえば分かるんですよ。それぐらい紙飛をね、できるっていうか能力を持ってるジェミーなんです。で、今回なんですけど、その紙飛をしてもらったジェミーに引いてもらいたいなと。お、はい。で、今何個あんだ、石が、石が自分の端末で22,826。はい、そうですね。100連以上ができるの。そうですね、結構できるんですね。で、今回欲しいキャラがいまして、交換ラインナップ、はい、ドゥルン。まずは今回の対象のラビリスタ、ラビリスタと、あのすり抜けでちょっとプリンセスペコリーヌ、リベゴと、ちょっとこのムイミ、ムイミとクリスティーナ、クリスティーナ、まあほぼほぼ、まあ、みんな欲しいんで、もう狙っていこうかな。フェス源のキャラはね、はい、強いもん。フェス源を狙っていこうかなって思ってますね。まあちょっとそれジェイミーに託して、で、もう自分のアカウントもう始めたばっかでジェイミーに教えてもらって、結構新ザモの新キャラとか出てくると思うんで、本当に引くまで分かんない。というわけで、何連までいく、とりあえず。とりあえず100連やりますか。行ってみよう。はい、もうポンポンいっちゃうよ、テンポよくお願いします。もういっちゃうよ。おいいんじゃない、ロードキだよ、いいんじゃない、これ、まあ、いいんじゃない。まだね、ロマックさんのアカウントはキャラが、お複数体、おめでとうございます。あんまりこうね、こうめちゃめちゃいるってわけじゃないから、結構ロードもね、今回は長めの長めやと思うんでね、むしろ星1とか星2とかでやるね、来るかもしんないから。ガリ、青い、ユーカリ、レイ、リーマ、イブリン。さあさあ、あ、あ、私の天文ムイミ、おお、ムイミ来た、ありがとう。ここは私に任せとけ。専用装備が追加されたことでかなり強化されたんで、はい、これね、ええよ君。おお、特にね、君まだあんまクエスト進んでないやん、はいはい、もうムイミさえいれば完璧、もうすごいことになっちゃう。ありがとうございます。じゃあ10連目無意味ゲット、早速10連目で20連目いきますか。20連目いきましょう、お願いします。レッツゴー、調子くん、レッツゴー。お、いいんじゃない、これは、これいいんじゃない、いいんじゃない、長いぞ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 。おお、またありがとう、こんなに緑の天使って呼ぼうかな。おお、熱い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 ぞ、ウリフェス熱いぞ熱いぞ。普通ね、ヒヨリ、リマ、ミサキからのここ、ここ、ジュン、ジュンだ、お、お、ジュンだ、サマージュンだ、これ、ありがとうございます。サマージュン切って君に、かわいいな。ジェミー興奮してた。さあ次、誰だ。おお、いいんじゃない、20年目4枚引きも入れつつね、いいんじゃない、こんな感じで。おお、写真入りキャラをしっかり入れよう、いいんじゃない。というわけで、じゃあもう20年目どんどんシェールでいっちゃいましょうか、いきましょう。あれちょっと、あれでも持ってるんだよな、3打数3安打、3打数3安打。いや待って、星4の数に関しては3打数4安打、3打数4安打全盛期一度、全盛期一度かな。大志のぶみそう、はい、結構ね、やっぱりこう連続ガチャ行くと秘跡が美味しいんだよね。あ、これでね、メモリベ、あー、みなせんより、おお、皆さんはみなせんよりさんの曲で何が好きでしょうか。私は最近リトルシューゲイザーと夏夢という曖昧もこのカップリング曲がすごく好きです。おお、ぜひね、皆さんにみなせんよりさんのね、楽曲を聴いていただければと思います。今回ね、私はね、あのツアーをね、参戦する予定ではあったんですけど、まさかのコロナで中止、本来だったらね、どこだっけ、名古屋公園と福岡公園と横浜アリーナ行くわけあったんだけどな。まあそんな感じで、まさか40連目は、うん、やっぱ願いを込めていかないとね。やっぱりスルッといっちゃダメだね、やっぱり。おーもういいよ
一つになれ。お、なにって、なに、な、なに50年目も流れが悪いぞ。流れが悪い。最初の30年目まではね、すごい調子よかった、ね、開幕ダッシュ成功かと思いきやみたいな。どこぞの開幕8連勝かな。2000いく何年の横浜ベイスターズかな。いや、今年の千葉ロッテマリーンズ。こういった時はね、ちょっとあのこういったのに流れを変える、ノーマルガチャのね、流れを変えて、流れを変える。あー、いいね、いいね。おー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 、いいじゃん、いいじゃん。ハッピーバースデー to you。 あ、本日が誕生日なんだよね。やばいわよ。というわけで流れを変えて60年目よし。やばいやばい、まずい、まずいぞ、まずいぞ、まずいぞ。これはまずいぞ。親の顔で見た霊のか。俺霊気だ、確定の霊しか分かんない。逆にこっちから行こう。まあそうだね。70連目、ワイツゴー。いや、やばいやばいやばい。やばい。今度緑の悪魔め。天使から悪魔に変わった。やばいぞ。まずいぞ。これはやばいぞ。なんとも言えない空間が生まれるな。生まれて。おります。やっぱり当たらないとガチャって盛り上がらないんだな。そうだな。よし、何年目次。次で80か。というわけで調子くん、レッツゴー。よっしゃ、よっしゃ、やっぱり調子くんだ。調子くん、ありがとう。よし、いい感じ、長いぞ。さあ来い来い来い、いいぞ。ラオミレッサとクリスおばさんとプリペコ一気に来て、一気に来い、全員来て。ネネカも来ていいかな。ミラミラーだ。出た、もう一人の私。ミラミラー、もう一人いるぞ、私が。いくぞ、出よう。あ、マジカス来た。魔法のシャーシ、魔法の力で。これはね、はい、アリーナプリーナでめちゃめちゃ使われてる、はい、サポーターの中でも超めんどくせえからこいつ。勝つにはいいぞ。もう今みなせ祈り祭りだね。もうみなせ祈りフィーバーで、ここ、そう、誰、あ、クロエか。なるほど。どうなんですか、クロエはね。最近ね、専用装備が追加されて結構物理パーティーの中に入るようになってきた。悪くない。オルスワンではない、確実に。戦力にはなる。というのが、80連目の、久しぶりの、ポジション2枚引き。というわけで、調子くん。次90連目よ。調子くん、レッツゴー。おお、調子くん、ありがとう。調子くんが強い。調子くん、ありがとう。さあ、おお。さあ、ありがとうございます。仲間を増やしてくれてありがとう。天空やで。愛をありがとう。夢をありがとう。さあ、次。レッツゴー。ん？あー、トモか。なるほど。トモか。これは？これどうだろうね。なんか、パーティーによってはって感じなんだろうけどね。めちゃ強いって言われたら、うーんって俺は。オルスバン候補、オルスバン候補、今の段階と。というわけで100連目、100連やっちゃいましたね。じゃあこれで1連目いきましょうか。では皆さん、調子くん、レッツゴー、100連目よーっと。あっ、今見てみよう。あっ、で確か今見たら石が9000こっちをやったから、うん、今は7500ぐらいに減ったから、うん、1500は7500で10、あ、50連あと50連一応引けるっちゃ引ける。やっぱ神木のジェイミーっていうのがあるから、やっぱここはもう50連やっちゃおうかな。いっちゃいましょうか。いっちゃおうかな。じゃあ皆さん一緒に、調子くん、レッツゴー。まあ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 、おしさん、いつ何パーセントなんですか。何パーやっけ、ちょっと後で見るか。3?3?3? で、今2倍来てるから、6? うん、そんぐらい。ああ、そっか。
詳細だっけ、提供割合 5%。 なるほど、うん、5%、 5% の壁だ。100打数5安打0割0分5安打棒は減って左よっしゃ、じゃあ行こう。うっす、よっしゃ。何おっと、おなんだなんだ、びっくりした、びっくりした、びっくりした、ロードがなかったから油断した。おお、ほんまやろ、めっちゃ出るな草の草の。30連にすべてをねかけたいと思います。準備お願い。描いた夢とここにある。来た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 、すごい、すごい、もう一人の私、ミラーミラー。さあ、もう光ってないけど素敵な仲間が増えますよ。さあ、さあさあさあ、もう一人の私、ミラーミラー。3人、3人、行くぞ、まずはお前だ。ああ、あれだ、あなたが一緒にいてくれたらロザリアだって見つかる気がする。シャドーバンスのアリサさんで、あ、コラボの、そうそうそう、コラボの出るんだ。これだけはなぜか好調だった。あー、びっくりした、びっくりした、そうだった、そうだった、カスミ、カスミめっちゃ出るな。6 7 8。さあ来い、もう一人の私。あ、あ、おお、マーヤさん、これからよろしい。マーヤ、あなたが見てる世界を覗いてみたいの。一日だけ、一瞬だけ、あなたを過ごしたいっていうね、スミペと一緒に歌ってる曲があって、その曲のコールの中に、うん、あのマーヤ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 ってひたすらオタクが叫ぶところがあって、というわけですごいね、魔法姫ありがとう、ジェミー。これ俺の中でも特大級ですよ、魔法は。大当たり、大当たり。というわけであと20回、20回終わらない夢をもうどんどんミラーミラー。さあ、光ってていいぞ。あ、光ってないんだ。そこまで素敵な仲間が増えますよ。さあ、誰が来る、見たイメージに来て、行くぞ終わらない夢を。あー、はいはいはい、なるほど。リンナかな、本気出した私はちょっとすごいよ。俺のアカウント今のところ俺スマン中だな。あというわけで確率的には悪くないんじゃない。結構いい ね、そんなこんなでラストか、ついにラストだ、150連目。さあこの150連、いろいろな思い出がありました、うん、最後はやはりもう一人の私、ミラーミラー。あ、というわけで今回の総括、うん、そうだね、まずは、はい、ムイム、ムイム、これがもうかなりの戦力の補強と、うん、なりともが当たって、うん、ジュン、うん、当たりました。この前の追加された、ね、ね、でリンで黒いパイセン、うん、でアリザ、うん、とまあでマヤさん、うん、でマジカルカスミ、うん、このねマジカスがねすごいんだよ。これがね厄介なんだよ。相手の TP をねあの、うん、減少させるから、アリーナプリーナですごい活躍して、うん、そしてあの今回の一番の主役は、うんうん、こいつでした。お前何回出てきたんだってぐらい本当にありがたいけど、なんかね、でもユイが好きな人はね、欲しい人はお前ごめんなさい本当に。とまあこのような形で今回、
ガチャ動画。うん。やってきましたけど、まあ、楽しいね、ガチャってね。やっぱりね。うん。今後もなんかいろんなガチャをね、ちょっと投稿していきたいなと思ったわ。ね、うん、ぜひまた、ジミロマチャンネルのゲーム実況も、楽しみな方は、高評価やチャンネル登録をしていただけると、今後の我々の糧になりますので、よろしくお願いいたします。お願いします。では、皆さん、いつものあれいきますよ。行きましょう。アイラー横浜。